ブリカス。それは全人類共通の敵とも言える非人道を歩む国、パレスチナ問題、アヘン戦争、ゴキブリ艦、さらにスペインに侵攻しフランスを三国で併合する、まさにカス、まさにブリカス。最後のはお前が指示してやったことだけどな、けど他がカスすぎて大して擁護できないな。そんな国に長年苦しめられる小さな国があった。そう、アイルランドだ。このカス帝国に鉄槌を与える一番の権利を持つ国であろう。今アイルランドのブリカスに対する復讐が、そして前回のブリカス戦記を見てブリカスに怒りを覚えた視聴者様が、それはあなたのせいですけどね。心穏やかに年を越せるように、アイルランド対ブリカスの戦いが始まる。てことで皆様こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、そうでない方はお久しぶりですね。マグロさんですよ。霊夢さんですよ。フランです。さて皆様、ブリカスを手祭りにあげるぞ。お前そんなにブリカス恨んでたか。ブリカス戦記っていう動画を見て思ったんです。この国許さんって何言ってんだこいつ。てことで今回捜査していくのは小国の中の小国。それって褒めてるんですか、それともけなしてるんですか。我らがアイルランドです。アイルランドか。確か初期工場数十もない小国。イギリスはすでに100超えてるし、普通に考えて勝負にならないな。加えて小国のくせにデバフはしっかり持ってますからね、そこそこのやつを。ところで今回の世界なんかバニラと違くないですか。よく気づきましたねフラン。今回は大型モッドのザロードブー56を入れてプレイしていきます。このモッドはバニラじゃ汎用 NF だった国にオリジナル NF をくれたり、新しい特殊部隊に新しい建築物、研究項目も増えるかなりの大型改変モッドです。なるほど、バニラじゃ汎用 NF だったアイルランドも何か追加されてんだな。そうです、それにブリカスを倒す、ついでにこのケルト統一ってのもしてみたいですし。あ、さっきから見てたこれですか。ってことで今回の目標はブリカス打倒とケルト統一です。お、これがアイルランドの新 NF か。バニラの汎用 NF よりも豊富でバフもいっぱいもらえます。それにケルト統一後の NF までしっかり用意されてます。作り込まれてますねー。とまあ、そんな感じで今回も張り切ってやっていきましょう。そういや大事なこと聞いてなかったが、イギリスはカスダが強い。あ、いやカスダから強いか。そんな国相手にさすがに1対1でやらないだろ。やはり組む国ってのは。まあ、ドイツ以外ないですね。このモッド世界のドイツの実力がどれほどかは知りませんが、あの国以外頼れる国いませんしね。でも一番の問題は同盟国じゃなくて島国のイギリスでしょ。確かイギリスって世界でも3本の指に入るほどの海軍大国。どうやって上陸する気なの？確かに上陸が一番の問題ですね。いや、上陸した後もアイルランド軍がイギリス陸軍に勝てるかも疑問ですが。それはどうだ？空挺効果で港を脱出するのは無理でしょうね。厄介なことにあのカス国家は空軍も世界トップクラス、しかもどこよりも早くレーダーを開発してますし、あの国引きこもったら無敵ですね。やはり海軍で上陸するしかないですね。だがもっと強力な海軍がいいんだろ。そこは AI 相手に使える卑怯で完璧な作戦があるんで多分いけます。うまくいくかはあんまやったことないのでわかりませんが。え、何ですかその作戦って。ふふ、それはお楽しみってことで、ひとまずアイルランドのやることは陸軍と海軍の強化、空軍はもう無視、捨てていきます。陸軍蜂の巣にされるぞ。師団に対空砲配備させれば多分平気です。多分多いな今回の作戦。アイルランドが無事ファシストか。これで経済法が変えれます。突然隣国がファシスト化してびっくりしてるんだろうなイギリス。さて先ほど言ったマグロさんの作戦、成功させるためにはとにかく海軍の頭数を増やさなければいけません。頭数って言えば潜水艦なんて建造コスト低くありませんか。潜水艦悪くはありませんが不安ですね。もっと駆逐艦やら巡洋艦が欲しいな。な、贅沢な。ああ、どっかに海軍持ってるくせに陸軍弱い国いないかな。あれー、なんだこれは。道路が海軍たくさん持ってんぞ。アムステルダム条約締結でオランダ及びインドネシアの海軍を根こそぎ奪いました。さらにインドネシアの石油とゴムが取れる地域もついでにもらいました。うん、これはブリカス一歩手前。どうせいずれはドイツの道路とカスだけの国。我々がこの海軍を有効活用してあげましょう。うっとー、海軍がたくさんいるよ最高。開戦するであろう1939年から40年の時点で時代遅れとカスだな。戦いは数だよ兄貴。時代遅れだろうと数さえいれば制海権は取れる。オランダはかわいそうですが、これで海軍と資源が手に入り、さらにドイツと同盟を結べましたし順調ですね。さて、こんな有効の湯の字もなさそうな国とは縁を切りましょう。あれ、ドイツと同盟結んでイギリスを倒すわずでは。その時が来たらね。今ドイツと同盟結んでても、ドイツとイギリス開戦時、ドイツと同盟結んでるアイルランドは当然警戒されるから、北アイルランドにイギリス軍が大量に来るわけよ。まあ確かにそうだな。だったら開戦した時同盟すればいいんじゃねって。ドイツからしたら迷惑極まりないな。さて時は流れて39年8月、ドイツがポーランドに宣戦布告しました。そしてポーランドは連合国陣営に加盟。いつも通りの流れだな。フランスとも開戦しましたね。気のせいか北欧2度でかい国が誕生してる。さて我々もイギリス侵攻の準備をしましょう。海軍はともかく陸軍の師団をもっと増やさなければと、増やしていたらあっという間に1年が過ぎました。もちっと早く準備しろよ。さて早速大問題です。フランスがまだ健在です。珍しくドイツが苦戦してますね。開戦前にオランダとルトやけに苦戦するからな AI ドイツ。それだけじゃありません。北欧のスカンディナイアに喧嘩売っちゃったらしく、現在ソ連
と協力して進行中です。冬戦争とウェザー演習か。まあ北欧はどうでもいいんですが、フランスがまずいですね。確かにイギリスを落としても主要国のフランスが生きてちゃ講和ができませんもんね。それもあるけど一番は海軍ですよ。イギリスとフランスセットの海軍じゃさすがに制海権は取れないと思うので、フランス降伏が参戦のタイミングだったのに。まあドイツならなんとかするでしょ多分。なんとかしてくれました、さすドイツ。さてそれでは再び枢軸国陣営に加盟してグリカスに宣戦布告といきたいところですが、今回はここまで。お前年内に続き出さなかったら分かってるよな。はっはっは、多分大丈夫じゃね。不安ね。さてそれでは視聴者の皆様、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価、それと X のフォローをどうぞよろしくお願いします。また次回も見てくださいね。バイバイ。